今回はね、ドラゴンクエストダクトで、ちょっとなんか理解できないというか、頭悪すぎることがあったんで、まあ、そちらについて発表していこうかなと思います。アルト大政治実況者、シュンです。じゃあやっていきましょう。なんかね、結構まあこれ昔からなんだけど、まあ最近もよく来るんですけど、まあ今のデータ消して、リセマラやった方がいいですかみたいな質問来ます。で、その根拠としては、まあ、今だったら、まあ、竜王、そして、ドラゴンの方の竜王、そして、バラモス、ゾーマが弾けるから、お得ですよねって言われるんですよね。うん。で、いや、ほぼすべての人が、まあ、得じゃないのに何言ってるんだというふうに思いましたね。うん。で、もちろん、今日始めましたとか、まあ、昨日始めましたみたいな感じで、ちょっとリセマラやろうかなって人は全然いいです。ただ、もう1ヶ月やってる、2ヶ月やってますみたいな、9月からやってますみたいな、8月からやってますって人たちは、やめた方がいいです。本当にやめた方がいいです。絶対得じゃないです。うん。で、なんでこういう人いるんだろうと思って調べたら、なんか YouTube とかで結構その、実況者が、いや、リセマラやった方がいいっすよ、みたいな感じなことを、まあ割と推奨というか、まあ推奨気味、一応デメリットとかもちゃんと言ってたんですけど、メリットも結構言ってて、いや、メリットないからなって思いました。うん。で、絶対にありえないです。ほんと絶対にありえない。リセマラやめてください。うん。で、なんでかって言ったら、まあ今、だいたい現状ね、ちょっと整理していくと、約40ガチャ分、ジェムもらえるんですよ。1万ジェムと前もらえた3000みたいな、1万2000みたいな感じでね。で、それがまあ10月19日までもらえるといった感じでね。で、ちなみにリセマラ1回にかかる時間ってのは 2.5 分なわけですよ。で、さっき言った通り、竜王、バラモス、ゾーマが出る確率ってのは、まあ魔王が4体以上出る確率ってのは 0.02% といった感じですね。500回に1回といった感じですね。うん。で、当たり前なんですけど、まあ、今やってるデータってのは、冒険手形以外っていうのは、まあ、全部消えてしまうといった感じですね。メタルチケット残るのかな？ちょっとそこら辺よくわかんないですか。うん。で、まあ、サービス開始からやってる人とかだったら、約2ヶ月間のね、努力っていうのが水の泡になると。うん。で、計算してみたんですよね。まあ、その 0.02% かな？ 0.02% で、50% で、要するに試行回数3466回試せば 50% で落ちるといった感じですね。で、それに必要な時間っていうのは144時間なんですよね。うん。で、1日あたり必要な時間。これっていうのは10月19以降は、10ガチャしか引けないわけですから、まあ、当然、残り8日しかないわけで、18時間。毎日18時間ドラケータクトで、やっとけば半分の確率で竜王、ゾーマ、バラモスが当たりますと。まあ、正確に言うと4体の魔王が当たりますといった感じですね。で、60% はずーっとひたすらやり続けて、もうこれ機械じゃないですか。やばくないですか ?4581 回で191時間で、24時間かかります。いや、これやばいでしょ。うん、で、70% 以降はもう31時間なんてもう論外と。ありえないと。絶対にありえないと。いった感じですね。うん。バイトしろと。まあ僕がやっぱおすすめしたいのは今無課金とか、まああれビ課金とかで、まあやってて、なんだろうな、ゾーマ欲しいなとか、バラモス欲しいなって思う人は、まあバイトでもして、で、それで、その稼いだお金で、課金すればいいんじゃないかなって思いますね。だってそれは1日18時間労働よりは絶対マシですよね。絶対マシですし、多分、そんなに一生懸命、ここまでね、社畜のように働かなくても、なんだろうな、まあ当たるんじゃないかなと思いますね。期待値通りにはなるかなっていった感じですね。うん。で、実況者ってのはやっぱね、基本的にはやっぱポジションを取りたいだけなんですよね。だから真に受けちゃいけませんよ、ほんと。うん。で、まあ、リセマラの、なんか、なんだろうな、配信したいだけなんですよ、そういう人たちってのは。まあ、要するにドラゴンクエストタクト、魔王4体引くまで、なんか、リセマラします。1日目、2日目、3日目とかあるじゃないですか。ああいうのやりたいだけなんですよ。うん。お金かかんないしさ、まあ、その視聴者も集まりやすいし、みたいな感じで。やりたいだけで、で、それに巻き込もうとしてる。それ一緒にやってくれたら、その配信見てくれるじゃないですか。だから、巻き込んでるって言った感じですね。うん。で、なんだろうな。まあ、ポジションってこういろいろあって、例えば、廃課金。まあ、めっちゃ課金、100万課金しましたみたいな感じで、それで検証しますだったり、まあ、無課金でちょっと攻略していきましょうとか。で、あと、さっき言った通り、リセマラをなんかやっていくとか、あとは、その、〇〇使い、ヘルクラッシャー使いだとか、なんちゃら使いみたいな。まあ、そんな感じで、まあ、なんとなくこう、人と違うところっていうのを出していきたいから、まあ、そういう意味では、この、なんだろうな。ただ、それに付き合う必要性っていうのはないのかなっていうふうに思いますね。うん。やっぱりその人と違うことをやって実況者ってのはお金とか、まあ、あるいはファンとかを増やしてるんですけど、まあそれに、まあ視聴者がわざわざ付き合う必要性ってのは全くないのかなというふうに思いますね。で、ちなみに、ガチの初心者っていう人もいるかもしれないんで、まあ言っておくと、ガチの初心者は、まあ10月19日まで、ワイトキング、プラス、まあ魔王4体の中から、まあ2体以上出た時に、まあ終了するのがいいのかなと思いますね。で、理由はこんな感じで、まあ確率計算したんですけれども、こんな感じ、試行回数22回やれば、50% で中身になると。だから1時間かからないで、まあ一応中身になると。半分の確率でね。で、いった感じです。まあ、99% とかやったら6時間かかるんですけど、まあ、それでも6時間のうちにはなるんで、まあ、現実的な数字なのかなといった感じですね。まあ、2時間ぐらいあれば8割の人がなるって考えたら、まあ、そこまで非現実的な数字じゃないのかな。まあ、1日 YouTube 見ながらっていった感じ。ちなみにこれってかなり甘めにつけて 2.5 時間ってかなり、2.5 分か、2.5 分はかなりね、あれで、ただこれ3400回やるってことは1秒遅れるだけですよ。1秒遅れるだけでなんと1時間遅れるんですよ。作業145時間かかっちゃうんですよ。そんくらいね、やっぱこの時間の重みっていうのがやばいし、多分18時間集中しながらやれるって無理じゃないですか。だからぶっちゃけ多分 50% もいかないと思いますね。うん。ぼーっとする時間とか、まあ、YouTube 見ながらやってたら気づかなかったりとか、まあ、結構あると思うんでね。まあ、真剣しながらやりませんよね。うん。っていう風に思います。てな感じで、今回もガチャ引きましょう。じゃあ早速やっていこうか。よし、ということでやっていきましょう。でね、今ね、ゾウマね、260連やってるんだよね。で、今日はちょっと2万円分課金して、まあ、330連までやっていこうかなということで、330連やったらなんと 90% 超えるんだよね、確率。で、毎回これね、400連とかやんないと出ないんだけど、これ俺相当運悪いのかな。なんか、俺のさ、なんか課金額見せたら、お前嘘だろ、そんな課金しねえだろとか言われるんだけど、毎回その、なんだろうな、400連ぐらいしないと出ないんだけどさ、めっちゃ、あ、これ、ゾウマン、よかった。何にも考えないで今課金したからあれかと思った。ゾウマンじゃないかやつかと思った。どうなのこれ。とりあえず270いこうか。スライムペースは、まああんまり期待できないですね。まあ正直言って、もう、昨日は1万円課金して収穫ゼロだったんですよね。ボストロール、貫突してるボストロールしか当たんなかったんで、まあ、全くもって無を引いたわけですが、まあ、今回2万円で、しかも S 確定あるんで、まあ、おそらく、まあ、何かしらの、なんかモンスターが突してくれたり、まあ、あるいは、なんだろうな、まあ、ゾウマ当たるみたいな、そんな夢みたいなことってのはあんまり願ってないというか、もうなんか、なんだろうな、想像がつかないんだよね。当たらなすぎて、ゴッドライダーの時も12万かかったし、バラモスの時も8万かかったんで、まあ、正直、なんか、想像がつかないんですよね。その当たってる自分っていうのが。気持ちで負けちゃっているんですよね。だから、なんだろうな。まあ、せいぜい20弱当たったらいいな、ぐらいな感覚ですかね。ただね、なんか S3 枚抜きとかしたいなと思いますね。こんだけガチャ引いてるんだから、やっぱり S3 枚抜きぐらいはしたよね。うん。で、結構やっぱね、みんなこれ見てほしいんだよね。こう、やっぱね、動画の収益で食べてますから、こういう時にやっぱね、いっぱい再生してくれると、まだね、ガチャどんどん引いて、みたいな、そういう感じになっていくんで、やっぱ、ちょっとね、皆さんに動画の視聴をね、やってほしいな、という。やばい、完全に弱音になってる。今日の俺なんかちょっと弱いわ。気持ちがね、だって B ランクばっかじゃん、ほら。B と C ばっか。オナー励まして。ほら、B と C ばっかだ。なんか惜しいとかなんかそんな感じですらね。かすってすらね。バッティングセンターに初めて行って、こう130キロこれ打ってみようっつって打って。もうなんか、あ、これ無理だって。一発で、あ、金無駄にしたな、みたいな。そういう感じですね、今。あ、お金なんかちょっと今。おー光ったーモナン頼むよ。モナンの可愛いところその1。語尾がナノ。語尾がナノなのが可愛いナノ。はい。モナンの可愛いところその2。赤い、なんか、あれが可愛い。赤いリボンが可愛い。モナンの可愛いところその3。がー、なんか怒った時に、ワンワンワーってするのが可愛い。おー、いいね。モナの可愛いとこその4。なんかお酒飲んだ時に、こう、なんか性格悪くなるのが結構可愛い。モナの可愛いとこその5。意外と自己中心的で周りのことを鑑みない。所詮モンスターなんやなってとこが結構可愛い。かっこいい、だる。その来て、お願い。お前、ワイキン何個目だよ、マジでもう。ワイキンだけ10個くらい集まってんだけど、もうびっくりすんな。他の人からしたら羨ましいことこの上ないんだろうけど、貫突しないのにワイトキングだけめちゃくちゃ来てるんだけど、何これごめん、10体って言ったけど、8体。8体でも来すぎだよな。持ったわ、ちょっと。YouTuber あるある、持っちゃう。まあでもね、8と10だったらセーフでしょ。6とかだったらアウトだけど、8と10はセーフ。持ったうちに入らない。で、まあ正直ここも期待してね。これさ、なんかたまに10連で当たりましたとかさ、20連で当たりましたみたいな、そういう人がいるわけよね。謝ってもらえるさ、なんか10連とか20連で当たった人っているんでしょ。まあ40連でもいいよ。100連いかないで、ゾーマン当たった人はさ、謝罪してもらっていいかなマジで。そう思わない？毎回俺はこの 90% 回 10% なんだよ。逃げ湯を飲まされ続けてるわけですよ。マジで理解できないのね。320連目。ボストロめっちゃ当たるんだよな。いらねえんだよな、マジで。330連目。これで、もう全てが決まりです。頼む。当たれよ。頼むよ。ここが全てなんだよ、マジで。まずね、もう S が2体すら来てないから、もう毎回1体なんだな、これ。また1体か。また1体か。もうなんか、素で S 引いてない気がする。次行こう、次行こう、次行こう。頼むぞ、お前。お願い。もう死ねよ、お前マジで気持ち悪いな。気持ち悪いんだよ。ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。残念だなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。